皆さんこんばんは。あ、じゃ、こしょこしょ、こしょりんご。皆さんこんばんは。元男の子の大木かのんです。え？色変わりましたよ、これ。私最近つけてるベレー帽が、なんか微妙な緑みたいな。うるさい、もう。普段普通のね、緑っぽいやつをつけてたんですけども、真っ黒にしました。服も珍しく買いました。GU 以外で買った。え、これ逆もしかして。GU 以外で、なんかね、袖がめっちゃ膨らんでんの。黒みたいな。こういう感じですよ。まあいいや。本日は来年の抱負と今年の反省をお話ししていこうと思います。もういろんなこと話していきますよ。今後こうなりたいという野望と、あと、お金のね、こととかもいろいろありますけども、言える範囲でぶっちゃけていこうかなと思います。よろしくお願いします。まず今年は漢字一文字でどうやって表すかっていうと、昨日の生配信で私はね、平成の平みたいな、平みたいなって言ってたんですよ。でも、よく考えたら私、安定の安っていう漢字を伝えたかったなって思いました。シャービーながら先考えてて。どういうことかっていうと、私去年はもうめちゃめちゃすごいチャンネルのね、登録者さんがね、ありがたいことに増えたんです。もう10倍ぐらいに増えたのかなっていうので、ああ、こんなに成長した年はなかったなっていうので、私は進むっていう感じを去年言ったと思うんですよ。で、今年は、良くも悪くも安定した年だったなって思いました。まあ、どの動画出しても、ありがたいことに一定の視聴者さん見ていただけるようになったし、ただ、去年みたいに、ブワーってね、こう、増えたっていう感じではなかった。もう徐々に。でもそれが一番堅実なのかなって思うんですよ。バーって言って、要は一発屋の方って、一時的なこう注目で、で、後がこう継続できないからどんどんヒューってまた落ちるじゃないですか。それって、YouTube やる上でもすごい大切だなと思ってて、着実なこの少し右肩上がりが一番私は、自分に合ってるのかなと思ったんで、まあそれよしです。あとはまあ、チャンネルのね、運営するためのお金もそうですけども、まあそれも、安定して、ちょっとずつですけども、向上したかなと思っております。今年の漢字一文字私は、安定の安。安い。安いじゃないよ。安定の安ですよ。そして今年チャレンジした新たな企画は、まあ、野球系だったんですかね。今まではこう性別を話すネタ、あと食べる系、あと ASMR っていう、なんか耳元でね、囁くような、ちょっとしたその一定なフェチの動画を出したんです。今まではね。でも今年は、まあ、新たに野球、まあ、自分が野球やってたっていう過去もあって、本当はね、すごい恥ずかしかったんですよ。あ、結局、お前男じゃねえかみたいなこと言われるのがちょっとビビってたんで、出さなかったけど、今年チャレンジしてよかったなと思います。始球式もね、ああいう YouTube 企画でさせていただいたりして、まあ長年の私がやりたかった夢の一つに近づいたかなと思いました。で、意外とね、野球動画が私のチャンネルの最高再生数なんですよね。200万再生超えかな？それ以外ももう野球系も結構ね、ミリオン超えみたいのが多かったから、本当にそちらもありがとうございました。今年唯一変わったなっていうのが、2017年ほど性別に関するお話をしなくなったってことですかね。もしかしたらだけど、自分に少しずつ自信がついたのかなって思ったんです。もうさらけ出すことで気持ちが楽になるっていう部分もあるけども、あんまり言わなくなったってことは、新たな自信がついたんじゃないのかなって思うんです。それは良しとしましょう。ただ、私の視聴者さんって、中には、なんだろう、元男の子予備軍さんっていうんですか？まあ一定数いるから、そういった方々に向けて発信することも大事だから、これからも1ヶ月に、そうだな3本ぐらいの割合で、1週間に1回ぐらいできればいいかなと思います、来年は。今年は1ヶ月1回もやんないみたいな時もあったんで。まあね、それを出すとね、結構ね、見てもらえるからいいんですけども、まあ、よしとします、今年はそれで。あと別の方面で成長できたなっていうところは、まあ、もしかしたらね、そういう話聞きたくないよ、みたいな方いらっしゃると思うんですけども、まあ、お金の面ですかね。なんだろう、私的な部分で、儲かってるよとかそういう話ではないんですよ。YouTube の企画に使えるお金が増えた点ですかね。あ、このぐらいお金を使えば、
こういう企画ができて楽しんでもらえるかなっていう視点を作ることができたっていうのが私の結構な大きな成長ポイントだったとは思ってます。うん、旅動画も去年ぐらいまでだったらもうずっと赤字続きであんまできないんだろうなっていうのがあってちょっとね自分の中ではあんま気が進まなかったんですけども企画にこんぐらいお金を使っていけば視聴者さんも楽しんでいただけるだろうし私もまあ赤字にはなんないんじゃないかっていう冷静な分析ができるようになったこと。ね、わかりやすく言うと近い距離の一駅分の新幹線私乗ったんです今年。で視聴者さんの中にはなんで新幹線こんな短距離乗るのみたいなもったいないでしょ青木は無駄遣いしてんなってじゃなくて私の中ではやっぱり旅をしてる楽しんでる雰囲気を視聴者さんにね楽しんでもらいたいんで、まあ、15秒しかシーンは使わないけど新幹線乗ってちょっと動画盛り上げたいなっていう考えです。それうまく説明できたかな。そういった感じで、まあ、冷静に考えることはできるようになりましたかな。そのぐらいかな。忘れてた。来年の目標。来年目標ね、私いっぱいありますよ。最近視聴者さんお気づきかもしれませんがちょっとずつ私はメイクにこだわりをなんて言うんだろう、こだわってるうちに入んないかもしれないけど、メイクに興味を持ちつつあります。それはどういうことかというと、やっぱ最近こう、カバー動画とか音楽動画も出すようになって、なんか表情で勝負しようとしてる部分はあるんですよ。いや、こんなやつが言うのもおかしいけど、かっこよくミュージックビデオ撮ってみたいなって、まあ2019年はね、音楽ももっと今年よりもやっていきたいなって、もともとの目標だったんで、やりたいなと思うから、そうなると、カメラに映る人は、やっぱおしゃれでありたいし綺麗になりたいよなっていう考えになるわけですよ自然とね。だったら今私全然化粧興味ないしコスメとかわかんないしファッションもねあんまり興味ない。それを2019年はもう少し、追求したいなと思います。だからね、わかりやすく皆さんに説明をするとこうさデパートの中とかで化粧品売り場でさおしゃれなお姉さん店員たちがこうやって化粧品なんか教えますよみたいなさメイクコーナーあるじゃないですか。私行けない人なんですよ。気負いしちゃって会話すんの恥ずかしいなみたいな、わかります？堂々と私に合う化粧品教えてもらえるかしらみたいな感じに、なりたいんですよ。私はもともとこうスマートフォンケースとかそういうのね集める癖があるから。でも最近ねそういうスマートフォンケースを買わなくなったんですよ。まあ落ち着いたのかわかんないけど今もそれで満足してるし、だったらそれに使うお金を化粧品とか服にね、こうやってね、見られる仕事をさせていただいてるわけなんで、そこにお金を使った方がいいんじゃないかって。だから来年は、美活をしたいなと思います。あと何話してなかったっけ？お金のことか。そうだ、多分サムネに入れてると思うから、お金の話をしましょう。言える範囲でですよ。もう、単刀直入に、来年私は2000万稼ぎたいです。どういうことかっていうと、うわ、またお前、お金の話ばっかして、ってなるでしょ？そういうことじゃなくて、誤解されたらっていうのはちょっと語弊あるかもしれないけども、例えばだよ、こうヘア撮り動画だけで2000万稼ぎたいですって言ったんで、そりゃもう、お前そんな楽して稼ぐんじゃないよってね、反感を買うかもしれないんですけども、一応このチャンネルは、活動費っていうものがあって、で、スタジオレンタル代とか、企画をするための、だ要は本当にちっちゃな、ケーブルテレビ局みたいな感じの規模感で今動いてるんですね。音楽動画を作るためにもその人にお金を払ったりとか制作費とかかかったりとか、そうなると個人で例えば2000万稼ぎますっていうのはそれも別の次元の話になってくるわけですよ。まあ2000万を目標に動いた方がいいのかなって思った。現実的に見える数字で2000万あったら私がね手取りでこうやってもらう金額は別としてチャンネルとしてもっと面白い動画が作れると思うんで、まあ私が思う動画コンテンツはまあそうだな2000万あればいろいろできるかなと思ってます。少ないですよ言ったけどテレビ局で年間売上2000万って少ないんですよ、めちゃめちゃ。個人でやってたらそりゃね、富裕層に入るかもしれないけども、2000万丸々私が入ってるわけではなくて、このチャンネルで生まれたお金が2000万っていうことを目標に来年は動きたいなと思います。ね、もっとね、私のね、取り分がね、増えればいいんですけどね、そういうわけにもなかなかいかないんで、今年もそうだったけども。今年の活動の範囲もだいぶ視聴者さんのおかげで広がったから、視聴者さんにまあ、エンターテインメントとして還元できるように来年は頑張ってまいります。2019年も青木かのんのこのチャンネル、わかりやすくとテレビ局ですよ違う違う、テレビ局ほど規模ないけど、来年は成長の年に、人間としてお金として成長できるような年にしてまいります。本年も
2018年ありがとうございました。ちょっと早すぎる挨拶ですけどね。だって今撮ってるのが26日だ。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。ツイッター、インスタグラム、サブチャンネル、青木かのの秘密箱は、メインチャンネルと全然違うテイストで動画を更新してますので、そちらも画面の下からチャンネル登録をお願いします。そう、差別化しないとね、登録する意味ないもんね。なら、そう、全然違うテイストで出してますから、よかったら登録してください。また、次の動画で、お会いしましょう。ね、なんかね、真ん中、ここ端っこ立つとちょっと太ってるんですけどね、真ん中立つとね、普通なんですよ。でもね、実際のサイズは真ん中に近いですからね。